君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。災害時、地元の体育館に避難するわけですが、体育館だって少なからず壊れていることも考えられます。そこんとこほったらかしでは不安です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は壊れにくいだけでなく直しやすい体育館を考える義歌大建築都市システム学系中田翔太郎先生に聞きます。先生、体育館の研究をしてらっしゃるそうですね。そうです、はい、学校とかにある小学校とかにあるこの運動とかするところの、施設の研究をやってます。体育館の何を研究してらっしゃるんですか。私は今体育館の被災後補修といって体育館を直す研究をしてます、ね、被災後補修。はい。被災後っていうことは、例えば震災とかでダメになっちゃった体育館を補修するっていうことですか。はい、そうです。はい、直す研究です。地震が起きたっていうのは体育館ではこのブレースとか、ロス中核という箇所が、結構損傷が集中するので、主にそのブレースとロス中核の被災後補修を行っています。そのブレースとか露出中核っていうのが何かっていう話はまた後ほど伺うとしてですね、そういうふうにここが壊れるんだよっていうところはあえて作ってあるっていうことなんですか。いや、今の体育館ではそんなにここが壊れるんだよって、大体ビルとかだとそういうダンパーって言って損傷を集中させる箇所を作ったような設計があるんですけど、現在行われている建築の研究っていうのは、その先ほど言われた損傷を集中する箇所とか、あと免震構造とか言って地震に対してどれだけ損傷を抑えるかという研究が主な研究対象だったんですけど、僕がやってる研究はその損傷の、落ちた性能に対してどれほど、どのくらい性能回復するかという研究になって、補修の方です、ね、補修の補修方です、はい、僕ら漠然と、はい、地震などの災害に強い建物、弱い建物っていうようなイメージで撮ってますけれども、それってどういうことなのか、地震に耐える設計っていうのはどういう発想なのかっていうところがあるわけなんですね、はい、そうですね、現在の建物はこの建築の設計というのは人命保護が第一優先とされていて、地震があった時に体育館の中にいる人たちの命をまず守るという、そうですね、そのためにこの組成設計というのがもう第一、が、推奨されているんですよ。組成、はい、組成っていうのはこの柔らかいという意味ですね。簡単に言うと、例えば硬いチョコレートの柱とか、硬いチョコレートの柱、チョコレートの建物を考えて、お菓子の家ですね、お菓子の家を考えてみると分かりやすいと思うんですけど、例えばチョコレートの家で硬いチョコレートの家に、力が加わるとこのパキッと割れて、硬いチョコレートパキッと割れますよね。パキッと割れて、この建物全体が崩壊して、中の人がの命が守れないという問題点があるんですけど、もし柔らかい設計、柔らかいチョコレートだと、これがその現在の設計なんですけど、このチョコレートがぐにゃりと曲がってこの建物は崩壊せず中の人の命が守れるというようなものとなっていて、そういう発想なんですね。そういう発想ですね、今の設計っていうのは。なんか硬い方が強そうですけれども、そうですね、はい、逆に硬いからパキッと折れちゃう、パキッと折れちゃうっていう限界はありますもんね。そうですね、はい、いっそ柔らかいようにしとくとずっとぐにゃ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 と曲がって、人命の保護のためにはそういう柔らかいっていうような発想がいいだろう。そうです、はい、今の設計は、まあもちろん本当にチョコレートでできてるわけもなく、はい、柔らかいって言ったってゴムでできてるわけじゃなくて、はい、こう柔軟にこう
エネルギーを吸い取ってくれるっていうようなことですよね。そういう設計だといけないんですか。そういう設計ですと、うん、例えば人命の保護が、人の命は守れてもその後、うん、地震が起きた後に建物が壊れたままなので、その建物が継続して使用できることは保証されてないという問題が、ぐにゃぐにゃしてるけれどもやっぱり柔らかいからダメージを受けちゃう、はい、ダメージを受けちゃうんで、うん、どこかしら地震が起きた後損傷が、どこかしら壊れちゃうので、うん、その壊れた箇所に対して補修するというのが僕の研究ですね。その時に人の命が大事にできれば OK っていうことだから、はい、その後のことっていうのは、まあ、考えられてないですね今の設計っていうのは。その後は、建物はもう使えないので更地にしてまた新しいのを建てるっていうのが、はい、今の考え方ですね。先生は、まあ、今回体育館ですけれども、はい、うん、震災後もすぐに使えるような直せる建物を作りたいってことですか。そうです、はい、直せる建物を。それは更地にしてまた新しいものを建てるお金がないからってことですか。っていうこともあります、はい、結構時間かかっちゃうんで、あと災害後すぐに体育館が使えるようなことを、例えば避難災害後避難所が不足するという問題点も結構あって、でそれによって例えば二次災害的な、例えば避難所に泊まる人がいないから車中泊とかで、例えばもう投資とか、聞きますね、はい、そういう問題も結構よく聞くんで、すぐに卓球やバレーボールをやりたいっていうわけじゃなくて、ではなく、はい、被災した後っていうのは体育館を防災拠点として使いたいわけですよね。そうです、はい、そうするともうできるだけ早く、できるだけ早く1ヶ月後とか言わずに1週間後とか、なんならその明日から使えるよとか、明日から使えるよというような、はい、ああそういう発想が今のところないわけなんですね。そうですね、直す研究っていうのはやっぱ今のところあまりなくて、これは必要だろうと思ってやってます。それで、まあ、先生のその直す研究の中で先ほどお話が出ました体育館のブレースですとか露出中脚っていうところがポイントになってくるわけなんです、はい、はい、そうです。でこのブレースっていうのは体育館のどういう部分ですか。体育館とかで天井とか壁にあるこのバッテンになってる、細い棒だと思えばああの鉄骨じゃなくて、鉄骨じゃなくて鉄骨と鉄骨の間にこうバッテンしてる、バッテンしてるやつですね。あの金属の棒みたいな、金属の棒みたいな、はい、で間なんかこうネジみたいな状態になってて、はい、あれブレースって名前がついてるんですね。あれそうですね、あれターンバックルブレースって言ってよく体育館に使われてるブレースなんですよ。あれがあの震災後は壊れてることが多い。そうですね、はい、結構壊れてて、だいたい地震が起きた後こうたわんでるって言いますか、もう結構伸びちゃってて、うんうん、もうブレースがの体力がなくなっちゃうっていうようななってます、ね、あれはやっぱりこう建物のこう強さのために貼ってあるわけですよね。はい、もう体育館だともうそのブレースっていうのがもうほとんど建物の硬さほとんど決まってるんで、うん、そのブレースで、あそれたわんでエネルギー吸収するようにも作ってあるんですか。あそうですね、たわんで、いやブレースの場合はそうでもないですね。あ、はい、おじゃ あのたわまない方がいいわけですか、ね、たわまない方がいいので、はい、そうです。でもたわんじゃう、たわんじゃうんです、もう一つのこの露出中脚っていうのは露出の露出に柱の足と書きますけれども、はいはい、これどういう部分になるんですか。これは柱の根元にある部分ですね。あそれはもう体育館の柱なんですね。柱ですね、柱なんですけどその根元が特に集中して、壊れちゃうんですよ体育館では。体育館の柱って意識したことないんですけれども、なんか鉄骨むき出しって感じですか。鉄骨むき出しの、そうです、はい、それの根元の方、根元の方ですが、折れちゃうってことはないですよね。折れちゃうというよりなんていうんですかね、そちらもブレースみたいにボルトが伸びちゃうんですよね、こうあボルトで締めてある、ボルトで締めてあって、柱の根元がそれがこう揺れることによって浮いちゃう、浮いちゃう、そうです、はい、グズグズになっちゃうっていう。
それはそうなっちゃうんですね。そうなっちゃうんですよ今の設計だと、はい。そういったところが、まあ、震災なんかでこう体育館が被害を受けるポイントになっていることが多い。そうですね、今のところもう本当に東日本とかでも熊本地震とかでもそこら辺の被害が結構見られました。先生そういうの見に行かれたんですか？僕はその東日本とかまだ本当に高校生とかだったんで。そうですよね先生ね若いんですよ、はい、最近一応東北であった、去年とか2年前とかにもう結構大きな地震があったんです。ありました。その時に調査に行かせていただきました。やっぱり体育館が被害を受けるような揺れだったんですか？そうですね、あれは結構な揺れでしたね。あ、体育館とかも結構損傷してて、まあ、今時の建物ですからね、はい、もちろんそういった耐震のことっていうのはきっと考えられてはいるんでしょうけれども、はい、それでもそういったところっていうのはそのままでは使えないレベルになっちゃう。そうですね、例えば僕が見学したところはこの1981年っていうのが結構建築の区切りとなってて、ああそれ1981年より新しい建物は先ほど言った柔らかい設計になってて、うん、その建物はあんまり被害ないんですけど、それ以前だとやっぱり体育館が使えないよっていうような被害が多かったです。あ、じゃあやっぱり柔らかい設計っていうのはあの人命も保護するけれども建物の被害っていうのも抑えられる。抑えられます、はい。うん、ですけどやっぱ抑えられるんですけど、どっかしら絶対損傷壊れてますんで。もちろんその1981年よりも前の建物っていうのはカッチンコッチンで、カッチンコッチンです、はい、人命も保証難しいですけれども建物もより被害が大きくなりがちなんです。そうですね、被害が大きい地震に対してだとやっぱ壊れ方がすごいことになってます。ああそうか、はい、小さい地震だと固く頑丈な分そうですね、はい、建物の被害は少ないわけですけど、はい、大きい地震に対してだと結構な今の建物よりは被害が大きくなってます。あ、まさしく固いチョコレートそうです、はい、なんですね。81年より古いか新しいかっていう、はい、ところはポイントなんですね。ポイントです。あ、ラジオを聞きの皆さんが利用している体育館はいつ作られた体育館ですかね？あ、でも大体はもう耐震補強してて、あ、81年より古い建物で も結構今のところは補強されてるんで多分大丈夫だと思ってる。小学校とかだと理科大の体育館大丈夫ですか？多分大丈夫だと思います。はい、多分大丈夫だろう。ええ、まあでもこれでこの春中田先生が技科大にもいらっしゃったので、はい、ええ、もう多分日本一大丈夫な体育館になるんじゃないかなと、はい、頑張って思いますけれどもね。はい、で、これをこう直す補修するっていう研究ですけれども、はい、そのアプローチとしてはどうなんですか？直しやすい部材を考えるっていうことなのか、今ある部材の直し方を考えるっていうことなのか、どっちが多いですか？僕は直し方っていうのを主にメインにしてますね。直し方、直しやすいっていうよりは、はい、あ、じゃあ今ある体育館でこういう風になっちゃうんだけど、それをどう補修したらすぐに体育館が使えるかっていうか、はい、もちろん全部取っ換えちゃったらいいわけですけども。 そうですね、それじゃ時間がかかる。時間がかかっちゃうんで、もう本当に例えば先ほど言ったターンバックルブレースですと締め直して元の状態に戻して、うん、果たしてその体育館が使えるかどうかというような実験やら解析やらやってます。あのやっぱりこうネジネジになっている部分がありますから、はい、あれを増し締めしてやれば、はい、元に戻るっていうこともあるわけですか？そうですね、増し締めすればもうほとんど元に戻りますね。あ、そうなん、あれ、はい、あれがやっぱり揺れてる間に緩む。緩んじゃいますね。結構なんなら僕が話聞いた話ですけど、傾いてた体感でもこの締め直すことによって傾きが戻っていく。そんなに効果がある。効果があるらしくて、はい。でもそのターンバックルブレースいっぱいつけられてるわけですよね。はい、全部直してたら時間かかるじゃないですか。そうですね、はい。なんかこう直す、こことここを直せばいいっていうポイントとか、はい、今はそれこそ研究の段階なんですけど、このその補修のバランスといって、例えば体育館のうち南側の面だけ全部直して しまって北側の面が直さないというものを想像して
考えてみますと、その時地震が起きると、建物の硬さっていうのが南側に集中しますので、うんうん、その北側が結構揺れちゃうんですよ、もし余震とかの影響、うんうん、そうなってしまうとかえってこの締め直しっていうのが、逆効果になってしまうので、この、うん、その補修のバランスという点で今解析の研究をやってます、ね、なんとなくそれ素人の我々でもイメージしやすいですね、はい、やっぱりこう両面でバランスよくやっていかないと、はい、どっちかだけまずカチンコッチンにしたら、はい、逆に良くないっていう、良くないんじゃないかなって、はい、良くないんじゃないかなっていうのは、多分よく実際にそれをやってたら地震が来てダメだったっていう経験があるわけじゃないので、ではまだそういうあれはないんですけど、そういうこう研究っていうのは実際の体育館を使って研究するっていうのは難しいわけじゃないですか。そうですね、はい、あのコンピューターの中でシミュレーションみたいな感じですか。はい、コンピューターの中で立体骨組み解析で、そうですね、研究してます。一度建物を揺らしてその後どこを補修するかというようなバランスを考えて再度余震として解析を行ってこのデータを見てます。コンピューターの中でやる。コンピューターの中で、はい、スーパーコンピューターね。そんな感じで、はい、やるわけですね。で今こういうふうに直していったらいいじゃないかっていうことを研究してらっしゃる。はい、あの露出中脚もそんな感じですか。露出中脚も、はい、そんな感じです。で露出中脚の場合はやっぱ、まあ、締め直しの他に結構コンクリートのところが壊れちゃう時があるんですよね。土台の部分が、うん、その研究これは結構時間かかっちゃうんですけど、うん、まあ、その増し打ちとか、新しくコンクリートの土台を補強とか補修とか強くするような研究でもう今やってます。あ、なるほど。その土台もやっぱりこうすぐその体育館を使うためには直していかなきゃいけない。そうです、はい、大事なところなんです。そうですね、はい、いろいろやらなきゃいけないわけです、ね、結構ありますね、やることが。でもあの今先生がそうやっていろんな研究をしていくことで、あの被災した体育館を翌日から使えるとか、はい、今までとは全然違うスピード感で防災拠点として使えるようになるわけなんですね。はい、そうです。もう今までこの根拠というのがなかったんで、例えば、はい、これを使ってはいけないというような、うん、その根拠を示すという意味で、結構大事な研究と思っています。はい、あの先生お若い先生でまだこれ取り掛かられてどれぐらいですか。まだ そうですね5年ですか。5年、はい、修士の頃、はい、あ学生時代から。そう、学生時代から合わせてはいですもんね。じゃあまだまだこれからが本当の研究になってます。はい、これから本番で。今後の展望としてはどんな感じですか。今後の展望としては今体育館やってるんですけど、体育館だけでなく住宅とかを対象とした研究をやっていく予定です。住宅もあの被災後の住宅っていうのはなんか住宅のトリアージみたいなのがあって、はい、もうこの建物住んじゃダメとか入っちゃダメとかやられてたりもしますけれども、はい、しますね、はい、あれもできるだけ早くまた住めるようにしよう、住めるようにとかしたいですね。その方が多分結構いろいろ経済的な面とかでもすぐ復旧できるようにっていうのが考えてます。まだそこら辺はまだ全然あるんですけど、まあ、今後の展望ですからね。体育館と一般の住宅だとなんかこう建物のイメージとしても、はい、なんか素人目にも全然ね、全然違いますね、うんうん、ブレース使ってるお家があるのかないのか知りませんけれども、なるほど、ほとんど多分ないと思いますけどね、うん、見るところが全然また変わってくるんでしょうね、うん、そうですね、壊れる場所とかも結構変わってきちゃうんで、まあ我々が住む日本は地震が多い国って聞いておりますしね、はい、あの愛知県にずっと生まれて育ってる我々は、はい、もう来るよ来てない方がおかしいんだよって言われてる、はい、そうですね、南海トラフ巨大地震とかをね、うん、今こうやって先生にお話聞いていてもダーって揺れちゃうかもしれない。ありますね、はい、ですもんね。先生ご出身は。僕出身沖縄です。沖縄なんですか。そう、沖縄です。沖縄はどうなの、地震に対する意識。沖縄も結構緩い、結構緩いですね。地震が起きないみたいな。そうなんですか。本当は起きるんですけど結構、うんうん、
なんか強そうですけどね、イメージ的には、うん、そう、いや沖縄は結構、沖縄は結構変えなきゃいけないところが結構あるんですけど、あ、そうですか、はい、いろいろとなんかしょっちゅう台風とかも来てますし、そうです、台風に強い設計になってる、はい、台風には強いけど、そう、地震はまた別の話なんです、弱いだろうなと思いながら見てます沖縄の建物、はい、ぜひ、まあ、先生の研究でね、ふるさと沖縄の体育館も強くなってくれれば、はい、そういういいなと思いますし、我々もね、ぜひ今後の展望などと言わず、はい、それこそすぐにこう使えるような、ね、感じに進んでいただけると嬉しいなと思いますね、はい、ということで今日はですね、体育館の被災後補修ということで、はい、あの被災した後すぐ直してすぐ使えるようにするっていうね、そういう研究を始めてらっしゃる中田先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、これ今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました中田先生の業界用語はレジリエンス。レジリエンスっていうのはこの回復力や、しなやかさを意味する英単語であって、近年ではこの南海トラフ地震のようなこの大規模災害に対して、都市が迅速かつ柔軟に乗り越えるためにこの都市のレジリエンスとして、用いられることが、最近多くなっています。日本にはお金持ちと呼ばれる人々がいるのをご存知でしょうか。そして彼らの性質、行動、生息地を研究する人たちがいます。なぜ、何のため。次週9月17日の天白の城は日本のお金持ちを研究して32年、義科大総合教育院教授、富裕層がご専門、宮本博之先生を訪ねます。お楽しみに。